チャリを漕ぎ続けること約15分、いつもの暴君&春君の池に来ました。で、今映ってますこちら、息子も、今回からちょっと暴君春君とガチでやり合わせるんで、こちら息子行ってもらいます。こちらね、こちらもう今日からこれ装備します。それでは、はい。それでは、スタート。タイトル言った？パパスと一緒。8来たからね、今。パパスと一緒。暴君&春君。刺されてない、刺されてない。暴君&春君。熱戦。それでは、スタート。それでは、息子よ。この、パパスの網を今日からさず、息子息子息子、この網を授けよう。この網を使うんだ。この網を使え。よし、デビュー。よし、そっち貸せ。よし、その網は、銀ヤンマ、青ヤンマ、黒筋銀ヤンマ、など、体が大きいヤンマが、怪我をせず、取れるのだよ。こっちの網と比べても、そっちの方が、そう、体全体を使って、今日からそれを授けよう。あ、すいません。はい、パパスは思い出の呪文を、思い出の、思い出すを使った。遥か7年前、ここに青ヤンマが、このぐらいの高さで、このぐらいの高さで、あ、実際飛んでいました。こういう感じでふわふわこのヨシを縫うようにこうわーっといたんですけどね。青息子、青山発見。お前緑着てんの？今日緑にしたんだ。まあそういうことで、よりね、深く、より強くやっていきますんで。うん。アジサイ持ってきたい。いや、アジサイ持っていけないな。写真撮ろう、写真。あのね、ヤンマとかもトンボとかもね、持って帰っちゃダメですからね、基本は。やっぱりね。自然のままが一番いい。ここにしかいないヤンマは、ここにしかいないんで。その、もう、東京さんなら東京さん、北海道さんなら北海道さん、宮城さんなら宮城さん、そこにしかいないんで。もう、それは、どっかから持ってきて話すとかそういうのもダメだし、そういうのは、やっぱ、あれですよね。ポリシーっていうかね。人としてのポリシー。うん、マナー、大事です。みんなね、まあ、パパスの動画見てくれてる人は、みんなわかってます。はい。まあ、こういう日は、こういうね、とこに、木とかね、木とかそういう足とかね、ヨシとか、そういうところに、まあね、止まってる場合もあるんですよね。うん。で、やっぱりね、まあ、他の、ちょっと、ゲンゴロウとかね、そういうのも、ちょっといるかもしれないんで、今度ね、また時間があるときに、どのぐらいの、レベルの、いろんなその、タガメとかね、
わかんないですけど、そう、ちょっと、図鑑もちょっと持ってきながら、ちょっと生物の確認から入ってみようかなと思います。ボウ君どこ行った？シュン君どこ行った？まあ一回だけね、ちょっと止まってるところも見つけたことあるんで、ちょっとそれを最後探してみます。緑ヤンマ確保。緑ヤンマ見つけ。ちゃうねん。保護色でいいね、それ。なかなか見えない。こういう感じなんですよね。おー。セリを積み続けること、約55分。少し晴れてきました。それでは息子これ脱ぐ？最後の、シュン君&ボウ君探しに出かけます。最後の一振りにご期待ください。さあ、いました。ボウ君かシュン君か、アオちゃんか。さあ、行ってみます、息子。そーっとそーっと腰落とせ腰落とせ、ボウ君かシュン君か、するかもしれない。うん、あれ違う、そう、前見て、違う、あれ、そうじゃない、あれ違う、前の方、ずっとやっぱあれ、そうだな、あっちの方行ってみよう。珍しいよ。多分ジャコウアゲハ。息子いけるか。頑張れ。ゆっくり。入りました。はい、息子。ヤンマではないですけど。やってくれました。何ポイントこれ、これはすごいんじゃない。何ポイント、ジャコウアゲハですね、多分。何ポイント、300 3000ジャコウアゲハだと思います。やばいですね、珍しいですね。やばいから、ちょっと観察道具増やした方がいいんじゃない。そうね、500ポイントに増やす。観察道具カモン。はい、息子大手柄です。パパスも捕まえたことない、ジャコウアゲハ、ジャコウアゲハだと思います。まあ、ちょっとね、まあ、羽がね弱っててふわふわ飛んでたんで、まあ、早めにリリースしたいと思います。まあ、このジャコを狙ってる時にボウ君かシュン君もいたんですけど、まあ、ちょっとこれで今日はタイムオーバーだと思います。まあ、最後に息子が決めてくれました。息子リリース、それでは蓋開けてください。まあ、ちょっとね、まあ、だいぶ疲れたジャコウアゲハでしたけど、まあ、でも初めて取れたっ
ていうのは素晴らしいですね。ここにもいるんですね。ボウ君どうした、ボウ君、シュン君どうした、シュン君。まあちょっとこれに逃がしてもう一回最後に一振りしたいと思います。いやーよく頑張った。取れんのと取れないのじゃ違うからね。雨だったからね今日。はい、風が強いです。風がね強いんですよ今日は。はい、行きました。ありがとう。